たったリール1投稿だけで1万件以上のですねレビューのアクセスっていうのを数えることも十分可能だったりします。最初のうちは英語のハッシュタグを 2,3 個つけるっていうのも1個ねノウハウとしてありますと。はい、北野です。今日はですね、皆さんお待ちかね、2021年以降最も集客ができるインスタグラムリール機能の具体的な使い方を徹底解説していきたいというふうに思います。そもそもこうリールって何なのかっていうことなんですけども、こういうやつですね。で、今ねこれ画像に文字を入れてるんですけども、まあ縦型の15秒から30秒ぐらいの長さの動画です。まあ一見ストーリーと見分けつかないっていう場合もあると思うんだけども、これをですね実際投稿のフィードにアップすることができる、これがリールと言われるものになります。ではね、今日は早速弊社で運用しているアカウントの一つの、まあ旅行系のねアカウントを元に説明していくんですが、まずリールを使う一番最強のメリットとしてはですね、こちらの虫眼鏡マークを押していただくと、こういう形であなたへのおすすめという一覧があると思うんですけど、この中でですねリールっていうのが、例えばねこの雲のやつであったりとか、結構大きめに表示をされるわけなんですよ。でしかも一番トップもこれもリールですからねっていうような形で、新規のフォロワーの人、自分のことをフォローしてないユーザーの人たちに対してもインスタグラム側も積極的に拡散をしてくれて、そしておすすめの人気投稿であったりとか、あなたへのおすすめの一覧っていうところに自分のリールが乗りやすくなっているということがあります。ということは皆さんもリールをしっかりと効果的に、ね、使っていくことができれば、そこから新規を流入をドバッとね集めることができたりとか、たったリール1投稿だけで1万件以上のですねレビューのアクセスっていうのを数えることも十分可能だったりします。実際にですねこちらインサイトってところですね見るとですね、アカウントの中で1ヶ月間でねリールを使うことでどれぐらいの多くの人にリーチできてるのかっていうのを実際にエビデンスとしてね示させていただければと思うんですけども、過去30日間ですねで実際にリールっていうところを見ていくときにですね、このアカウント自体ですね約 14.8 万件1ヶ月間でねリーチしてるっていうね、とんでもない閲覧数を獲得してるわけなんですけど、1ヶ月間 14.8 万人のアクセスを取るって難しいと思うんですけども、まあ、それがインスタグラムだとね結構できてしまうってことなんですね。まあ、それはインスタグラムを使う一番のメリットってことなんですけど、今日はちょっとリールなのでリールについて見ていきます。そしてリールですね、こちらクリックしていただくとですね、これ過去30日間の、リール投稿に並び替えました。まあ、直近のやつとかでもですね、まあ、この投稿っていうのはいいね数が1774件、そして 7.1 万件の人に見られているということですね。で実際このリールとかも 1.5 万件ですよね。いいね数は622というように、これだけのですね閲覧ビューを獲得することがリールであればね比較的簡単にできてしまうよっていうことなんですね。ということでリールってのはこれぐらい可能性があるんだっていうのを知っていただいた上でですね、早速今日はリールで重要になってくる6つのポイントについてお話をしていきます。一つ目、サムネイルは綺麗めに設定せよっていう話になります。で、インスタグラムの投稿と一緒で、実はリールっていうのも文字を入れることができるんですよね。カップルにおすすめの絶景宿を優雅に過ごす別邸、星の家京都とかですね。まあ、これは実際星の家に行った時の動画だったりとか、これ旅館を紹介してたりするんですけど、こういう感じで文字を入れるの効果的ですと。アップするときにですね、リールっていうのはサムネイルの位置っていうのを設定することができるんですね。で、例えば、これは一覧で見たときにですね、結構統一感がある形で、いい感じのところをあえてサムネイルにしてるんですよ。例えば、実は僕なんですけども、これ彼と一緒にね、温泉行った時なんですけども、別にあれですよ、別にこれってわけじゃないですかね。僕は女性が好きなので別に男同士でってわけではないんですけど、取締役のね、まあ、山崎と一緒に温泉に行った時のリールなんですけども、まあ、これのですね僕が温泉に使っているこの後頭部のところっていい感じのアングルですよね、竹林で。まあ、これ実はね熊本県にあるですね竹笛っていうですね温泉旅館のね撮ったやつなんですけど、例えばこれとかもこのサムネイルで切り取ってこれを投稿フィードで表示させるっていう風に設定ができるんですよ。なのでこういった一覧で見た時に綺麗めに写っているところをしっかりとカットしてサムネイルに設定するっていうのが重要です。というところでですね、じゃあそもそも周囲さんとリールのサムネイルどうやって設定すんねんっていうところがあると思うので、今から投稿法を具体的に説明していきます。これは僕のアカウントでやっていきますけども、まあ、まず一番右上ねこのねプラスマークをクリックしていただいてリールってとこを押していただきます。まあ、そうすると過去のねこういったアルバムの写真の中で使えそうなね、例えばまあ何でもいいです、この動画リールとして投稿したいよってなるとすると、そしたら追加をしてあげて、この音源っていうところをクリックするとですね、いろいろ音源も入れることが実はできたりするんですね。でプレビューを押していただいて、まあ、次へって進むとですね、ここにまあキャプションが書けたりとかまあします。まあ、ここでハッシュタグを入れたりとかするんですけど、その左側ね、ここのカバー写真とかあるじゃないですか。ここでポチッとクリックをするとですね、サムネイルの箇所っていうのが選べるんですよ。例えば、リールだったら15秒か30秒程度の動画ですけども、その中でどこをアングルにしようかなってこうやって選べるんですよね。例えばパソコンが映ってるようにしたいなと思ったらこうするのもいいし、まあ、ちょっと夜景がね、映ってるのがいいなと思ったらこの辺にしとくっていうのもいいですよね。こういった形で動画の中で一番アングルがいい箇所をね、サムネイルとして設定するっていうのはね、一個ポイントとして守っておいてほしいなというふうに思います。では二つ目、リール投稿の具体的な内容ってことに関してなんですけども、これに関しては、まずコーチコンサル事業の業種の方から話していくと、自分のためになる情報だったりとか、もしくはマインドセット、もしくはモチベーション系の内容っていうところをですね、もう動画に文字をガーッと入れちゃっても全然 OK です。まあイメージとしてはですね、こちらに表示させていただいているようにね、まあこういった感じですよね。最近は猛烈に働いています。正直あと3本は腕欲しいかな。こういったですね、自分自身のマインドセット、僕が大事にしている価値観とか、そういった話を動画にね、文字を入れてやってます。これ結構ね、反応良かったんですけども、まあこういった感じでアップしていくと。リールの場合はね、
こまでまあ文章は書かなくてもいいかなと思うんですけど、まあ書いても全然 OK ですよ。基本的にハッシュタグの方が結構重要になってきますと。で、ハッシュタグについてはまた後で話しますが、じゃあ今度飲食店だったりとか、サロン系の場合はどういう投稿すればいいのかってことなんですけども、その場合はもうお店の雰囲気であったりとか、スタッフさんと仲良くしている雰囲気のいいですね、動画だったりとか、お店での一コマ、スタッフの日常みたいなのをね、アップしていくっていうのがいいんじゃないかなというふうに思いますし、またあとは店長さんがね、すごい売りで言うのであれば、店長さんをどんどんリールに出した方がいいと思いますし、また飲食店の場合とかであればね、そこまで動画に文字を入れるっていう人はそこまでないので、まあそのまま動画だけでリールでアップするっていうのがいいんじゃないかなというふうに思います。で、三つ目に関してはですね、音源の選曲に関してなんですけども、選曲に関しては、まあ、先ほどね、どこで選択するのかってやったと思うんですけども、まあ、基本的に誰もが聞いたことがある音楽を使うか、もしくは最近流行ってる音楽、この二つのどちらかでいいです。全く聞いたことがない、すごいマニアックな音楽だけども、自分はすごいこの音楽が好きですっていうのはですね、マーケティング的に言うと、あまり効果的ではなくてですね、人っていうのは自分が馴染んであるものに親しみを感じたりするので、まあ、最近流行りの曲、もしそれがなかったとしても、まあ、誰もが知ってるようなね、名曲とかを音源に載せる。その音源っていうのが、コンテンツの内容、動画の内容と、まあ、ミスマッチしていなければ OK というのが三大基準になりますので、まずにね、そういった曲を使ってください。四つ目、ハッシュタグは15個つけろってですね。これはいわゆる投稿と一緒で、まあ、ハッシュタグ最大30個いけますが、15個が一番ね、バランスよく乗りやすいっていうのが統計上出てますので、15個です。で、その15個の中でもですね、まあ、基本的に、スモールタグ、ミドルタグ、ビッグタグって言って、まあ、総投稿件数がですね、まあ、大体5000から5万のハッシュタグを、まあ、最初のうちは、ま、10個つけましょうと。5万から15万ぐらいのミドルタグのね、ハッシュタグっていうのを5個つけて、合計15個がいいですよっていうのは僕いつも言ってると思うんですけど、その中でリールの場合はあえてですね再生回数を底上げするために最初のうちは英語のハッシュタグを 2,3 個つけるっていうのも1個ねノウハウとしてありますと。例えばこの投稿のハッシュタグをつけた時に、まあ、ハッシュタグにですねノマドワーカーフリーランス起業家経営者 SNS クリエイター SNS マーケティングいろいろ書いてある中で下方にタワービューとかタワーヒルとか、ね、英語の表記のハッシュタグを入れることによって、まあ、結構海外の人もですねそのハッシュタグから流入して再生してくれたりということがあったりします。外国人の方は見込みではないんだけども再生回数を底上げされた結果よりで、ね、リールがバズるっていうことがあったりしますので 2,3 個ぐらいは英語表記のタグを入れるっていうのもおすすめかなというふうに思います。ただその英語表記のタグも自分の業種と何かしら関係のあるワードであるっていうのが条件になります。5つ目、リール投稿を分析しようって話になります。まあ、リールをですね、一覧で並べれた時に、再生回数が多いものと少ないものってやっぱり分かれてくるんですね。例えば、このリールっていうのは3062回しか再生ないけども、この辺は 1.2 万とか、1万再生とか、7万再生っていうのもあるよね。なんでこのリールは7万いったのか、もしくは1万超えしたのかなっていうのを分析してみるんですよ。それは投稿部の内容しかり、音楽が流行りのを使っていたのかだったりとか、ハッシュタグが良かったのかとか、投稿内容が良かったのか、いろいろあると思うんですけど、投稿内容に関しても、ハッシュタグがね、リールいっぱい上げていくと、データが取れます。再生回数が多いリールっていうのは何かしら理由があるはずなので、それを自分なりに分析してみると、それに寄せていくって感じですね、投稿内容。まあ、例えば、マインドセット系のね、リールの発信がすごい、再生回数が取れていて、文字を入れないリールは再生回数が低いんだったら、文字を毎回入れようっていう風な改善と施策は取れますし、そういった形で再生回数の多いもの、これ普通の投稿もそうですよね。いいね数が多い投稿に自分の投稿を寄せていくっていう形でね、どんどん改善していくっていうのがいいんじゃないかなと思います。6つ目、投稿全体の統一感に気をつけましょうってことですね。まあ、これすごい基本的なことなんですけど、インスタグラムでフォロワー伸ばしたかったら、統一感とね、見た目の綺麗さってすごい重要です。ぐちゃぐちゃっとしてるアカウントは魅力的ではないので、例えばこのアカウントであれば、実は真ん中の列ってリールではなくて、すべてこれね、文字入れ投稿。だけど、その両脇にリールとかね、例えばこの投稿であれば、一番左列だと、一番右列はリールリール。で、真ん中に文字投稿が挟まれているっていう、まあ、デザインになってるんですね。あとはね、まあ、私みたいに、こういった形で文字投稿と、まあ、リールを、まあ、交互にアップして、まあ、格子状にアップしていくっていうのもありだと思うんですけども、まあ、どちらでもいいです。もう好きなねデザインでやっていただくのがいいと思いますが、まあもちろんね全部リールだけでテストしてそれでアカウントが伸びるんであればそれでもいいんですけども、まあ、自分のねスタイルであったりとかブランディング見せ方テーマカラーにね合った形の統一感を持ってですねぜひこれからもアカウント構築していっていただきたら嬉しいなというふうに思います。はい、皆さん今日もね動画最後までご視聴いただきありがとうございました。私の LINE では、こちらに出ている豪華7大特典っていうのを今だけプレゼントしております。で、実際弊社が Instagram 累計100アカウント以上運用してきた中で体系化した、今最新の最も熱い Instagram を使った、ノウハウの講義動画や、LINE アットの配信で制約率を2倍3倍と高めることのできる配信のテクニック系の動画、そして、うちがですね、3年間で累計8億以上の売り上げを作ってきたそのマーケティングのね、本質をまとめた累計150分相当のですね、動画講義っていうのをね、無料でプレゼントします。で、さらに今だけ弊社をね、出させていただいている書籍、こちらもね、無料で今だけプレゼントして受け取ることができますので、ぜひね、興味ある方は下の概要欄から今すぐ LINE で登録いただいて、プレゼントもね、ゲットしてみていただければなというふうに思います。そして、私の YouTube ではですね、日本一実践的で分かりやすい SNS の集客に役立つ再現性の高いノウハウを日々配信しておりますので、非常に重要な情報を見逃さないためにもですね、今すぐぜひチャンネル登録もポチッと押していただけたら嬉しいなというふうに思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。